こんにちはです今回センサのハイライターにてインタビューを受けましたインタビューを受けてみて普段自分の音楽人生の生い立ちだったりとか、えー、影響を受けたアーティストだったりとかそういうことに対してあまり深く考えたことはなかったかなと思って何、えー、ていうか新鮮というかすごいインタビューを受けていて単純にすごい楽しかったですありがとうございます そして3月24日に僕のファーストアルバム No.1 がリリースされました。こちら全6曲僕のオリジナルが収録されていて、そういうジャズをメインなんですけど、他にロックだったりとか、フュージョンだったりとか、プログレだったりとかのいろんなジャンルがミックスしてるような楽曲になってると思います。こちら僕の音楽人生の28年間生きてきた えー、経験、そして学んできたことなどの集大成になってますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、成績でした。